人もね、今回8分台プレイヤーがいらっしゃいますね。本当は敗者復活なのかと、ですごく疑問に思いますけれども、まあ、実況やっていこうと思います。はい、準備ができたようなので、じゃあそれではね、はい、やっていこうと思います。はい、まず最初のスタートは、ハルクさんで、その後 0.1 秒後につむなめさんのスタートですね。はい、もうほぼ同時です。はい、同時でやっていきましょう。はい、それでは皆さん準備のほどよろしいでしょうか。はい、それではやっていきたいと思います。敗者復活2回戦、それでは始めます。3、2、1、スタート。はい、つむなめさんとハルクさんがスタートいたしました。次のスタートは、ヤッシュさん1分後ですね。で、その続いてサルさん、SQR さんで、コウさんとメスさんがほぼ同時で、最後にスリーセブンさんという順番となっております。ハルクさん、ちょっと最初からね、あの独創的な形になってますけれども、大丈夫でしょうか。ちょっと独創的な形ですね。ティースピンができそうな形ですけども、このゲームにはなんとティースピンがありませんので、一応ありますけれども、まあ、地道に掘っていくしかない。はい、掘っていって、はい、うまいこと、はい、掘れました。で、ヤッチさん10秒前、ヤッチさん5秒前、4、3、2、1、スタート。で、次のスタートはサルさんです。サルさんは、はい、10秒前、サルさん5秒前、4、3、2、1、スタート。で、次のスタートは SQR さんで、そこからしばらくもうすぐにメスオさんとコウさんとなっております。はい、まずハルクさんが100通過でございます。まあ、もちろんつむなめさんも100を通過しております。はい、SQR さんが5秒前、4、3、2、1、スタート。次のメソさん、コウさん、これも同時でいいですかね。はい、メソさんが、2、1、スタート。コウさんも、はい、スタートで、15秒ほど離れて3-7さん。やはり3-7さんはね、まあ、世界最速の男ですから。はい、5秒前、4、3、2、1、スタート。はい、これで全員スタートでございます。今トップは、160台、180台ですかね、180台となっております。ちょっとこれヤッシーさん形崩れましたね。問題なく、はい、リバーリーできると思います。で、やはり、あの、相変わらず、ハルクさん形が怪しい。おっと、またちょっと怪しくなってまいりましたが、これで、はい、200通過でございます。はい、今ね、危ない人が若干多いですね。あの、釣りセブンさんも若干危ない形になっております。今日はなんか全体的にね、皆さん、あの、ミスが多い日なんでしょうか。私も今日はかなりミスが多くて苦しかったんですけど、あ、おっと、すごい、釣りセブンさんがさすがですね。これはすごくうまい、うまい振りを見せていただきました。ありがとうございます。いや、素晴らしい。しているうちに、はい、トップは250、260ですかね。はい、今トップ300でございます。はい、ここで200に、はい、サルさんと、ヤシさんがほぼ同時に入りました。危なそうな人はまだいないですね。ハルさんも、はい、これは完全に掘り切れるでしょう。掘るかどうか別としては掘り切れると思います。皆さん結構調子が戻ってまいりましたね。
今トップは鈴鍋さん380台。そろそろ300に近づこうという人も増えてまいりました。はい、今ヤシさんが300、いや少し遅れてサルさんも300で、8分台のお三方は、はい、かなり、後ろから追い上げるのが早いですね。もう今250近くといったところでしょうか。フリーセブンの中に250近くで、他の方も260で、今シキュールさんが350がいたしました。おっと、ハルクさん、こう T スピン狙いましたけれどもね、 T スピン、2スピン終わってしまいましたね。はい、ちゃんと見えてます。ヤシさんが400、ハルさんも同時に400。はい、もうトップは、はい、鈴鍋さん500でございます。いや、トップはすごく早いですね。エスキャラさんが400を通過いたしました。はい、あと坂上がり失敗。坂上がりちょっと失敗、ちょっと形が続いてしまいました。これは大丈夫、うまい、はい、うまい手が、はい、披露されました。はい、難なくリカバリといきますね。おっと、難なくといった瞬間にちょっと失敗で、これまた、ちょっと形が崩れて、さあ次に、もう、そうですね、ハルクさん500通過してますね。はい、次に入ったのは、500入ったのは、ヤシさんとサルさん、また同時ですね。この2人、本当に仲がいい。そしてメソさんももう入ってますね。おっと、もうスリーチームさんも500台ということで、もうみんな、はい、全員20に到達です。はい、今回は、ね、皆さん、ね、失速もすることなく、はい、全員が20に到達しております。結構差がついてまいりましたね。ちょっとヤッシュさんが形崩れて、でサルサム形が崩れてますね。やはりこの2人ミスをするタイミングまでちょっと似ているんでしょうかね。おっと、ここでまた、はい、この2人がほぼ同時に600点でございます。そうですね、追いついてきそうですね。もう後ろの、はい、カップ内のプレイヤーの方々もう後ろね、もうちょっとしたところまで迫ってきてますね。だいたいレベル20差とか30差ぐらいでしょうか。いやー、早い。おっと、これは、ハルツさん684で失速。ちょっと目を離したと思ったんですけど、その間にかなり大きく、はい、変化があったようです。はい、ここでエスキャルさんが700通過でございます。そして8分台のプレイヤーももうそうですね、コウさんがもう700突入です。いやー、速いペースですね。はい、そしてメソさんも通過です。釣りセブンさんも通過です。いやー、8分内のプレイヤー、本当は速いですね。でも8分
分内のプレイヤーに追いつかれてしまうと、そこからはもう抜き返しっていうのはもうほぼ不可能に近いので、できるだけ追いつかれないようにしておきたいところです。サルさんもちょっとこれは形が苦しそうだ。なんとか掘り勝負のところまで持ってきたが、まだまだ苦しいことには変わりない。おっと、でここで、シキュアルさんが800通過、メゾさんも800通過でございます。スイリムさんも通過しましたで、はい、ゾウさんは通過してましたね。ちょっと見逃してしまいました、すいません。でここでサルさんが800通過、今回皆さんもめちゃくちゃ飛ばしてますね。はい、900台、最初に入ったのはつぶなめさん、そして2番手は大体誰になるのか、ちょっと、いや、SQR さんが2番手、次は、ベストさん、で、はい、コウさんが今入りました、はい、ここまでが今のところ、はい、4位までですね、はい、今、スリーゼングさんが700、ごめんなさい、900を通過しました。で、ヤシさんも900、さあ最後つぶなべさんがこのペースだと、そうですね、もうぶっちぎりで1位になる可能性が高いかと思っていたらですね、もう SQL さんが怒涛の勢いで後ろから追い上げてきて、どっちが勝ってもおかしくない。さあ最初に GM になるのはどっちだ。おっとこれは SQR さん、 SQR さんが先に GM、 そしてつむなめさんが2番手で、3番目はさあ誰だ、メソさん、4番目がコースさん、3セブンさん、ちょっと同時なのでわからない。これは最後判定になりそうですね。最後土壇場で本当に、はい、順位が入れ替わりました。はい、で残っている皆さん GM ですね、はい、あとサルさんがまだ、はい、プレイ中です。さあこれ12万6000点届くのか、12万6000点あと1000点、さあ最後はこれはダブルしかないぞ、でダブルで、おっと12万6600点、はい、ギリギリ GM、 はい、いただきました、ありがとうございます。はい、全員 GM、 生存者が全員 GM という結果となります。